涼子の声。海音寺が隠したあれはどこだ。知らない、知らない、知らないの。嘘をつけ。痛い、乱暴はやめて。はい、あれはどこだ。皮を剥がれたウサギになりたいらしいな。やめて、お願い。本当に知らない。いや、あれがないと困るお方がいるんでね。助けて、誰か私を助けて。知らないの。おはよう。きっちり起きるのね。さすがだわ。涼子、大丈夫なのか。ええ、私も少し眠ったわ。いや、そうじゃなくて。ん？まさか、今のも幻覚だったというのか。バカな、ありえない。涼子の声も、あの姿も見た。どうしたの？すまんが、裸になってくれ。え？あ、いや、そういう意味じゃない。無知に打たれた跡があるかだけ確認させてくれればいい。バカ、何がそういう意味じゃないよ。どうせエッチな夢でも見たんでしょ。あれから私なりに考えてみたの。徹底的に調べた方がいいって思ったわ。多分あのメモが財宝を表すキーだと思う。ねえ、どうしたっていうの？
いや。財宝を私が先に見つけちゃうわよ。あれが夢？右を見よ。右？右には壁しかないぜ。右を見よ。右を見ろか。そして肖像画のステッキの向きは右か。なるほど。大体分かってきたぜ。そしてこの部屋には屋敷の見取り図まである。どうやら宝探しゲームも終盤が近いようだぜ。ソーマ、ダメだわ。出口は窓と玄関しかないみたい。そうだな。疲れちゃったわ。さっき寝ても肉体的疲労はなかなか回復しないから。おっと、そこのベッドには腰掛けない方がいいぜ。なぜ？可愛らしい女の子が寝ているからな。写真じゃない。気分の問題だな。そこは女の子の寝る場所だ。優しいのね。ショックを受けて入院している子というのが多分あの子なんだろうからな。なんだ涼子のやつ、目頭を押さえていたぞ。なぜ涼子が。肖像画の血のメッセージ、それに電話の数々、そしてメモ、これらをつなぐ糸はたった一つに収束される。俺はもうそれを解きほぐす手がかりをすでに得ていたんだ。どうやら海音寺が隠した宝の在りかが見えてきたぜ。宝の在りかはもうわかるよな。その場所へ行き
クリックしてくれ。穴が開いたぞ。いや、穴の上に蓋をしていたんだ。これは。なんだこれは。書類の束があるぞ。まさか海音寺のか。なるほどな。暗躍はアウトフィットの奴らか。
まさか三剣博士とつながりがあったとはな。しかしそれにしてもバイオクリスタルってのがないぞ。この式によると一緒に隠したとなっている。穴の奥に転がってるのかな。待てよ、そういえばあの時ガルシアが言っていなかったか。いいこと教えてあげるわ。このバイオクリスタルはね、メイヤ計画の。そうだ、確かに言っていた気がする。だが、ソーマ、いた。ああ、頭を打っちまって、クソ。どうしたのよ、この床穴は何。カイオン寺の式が発見されたよ。何ですって。飛んだ財宝さ。ま、社会にとっちゃ財宝と言えなくはないがな。読ませて。証拠はないが、これだけ明確な式だ。裏はすぐに取れるだろう。うまくいけばアウトフィットを壊滅させられるかもしれない。だが問題もある。このバイオクリスタルというのは。だからそれが問題さ。ここにない。なぜ。いろいろ考えはあるが確証はない。だがその式は有力な証拠になるだろう。これで警察も重い腰を上げるだろうさ。カイオン寺の汚名が返上されるということね。少なくとも詐欺の常習で被害者に逆恨みって新聞記事は否定されるだろう。よかったわ。よかった？今そう言ったのか。なぜよかったなんだ。リョウコ、お前誰か。またあの声だ。苦しげな男の声だ。だ、なんだお前は。どうか助けてください。どっから出てきたんだよあんた。助けて。かなり弱ってるみたいだぞ。まさかあの苦しげなうめき声は全部あんたか。助けて。助けてだけじゃわからんだろう。しょうがないな。待って、ソーマ。リョウコ、なぜ止める。諸悪の根源が目の前にいるじゃない。やめてくれ。私は社名で仕方なくやっただけなんだ。社名だと。この通りだ。許してください。あんたネクサス社の開発部長さんかい。許して。確か榎本と言ったな。あんた誘拐されたって世間じゃ大騒ぎだぜ。一体誰に。なあ。おい、リョウコ、落ち着け。ネクサスはカイオン寺が研究に投じたバイオクリスタルを奪うために彼をはめたんだわ。どうやらそうらしいな。カイオン寺の残した証拠も出た。そして犯人は目の前にいる。ようやくだわ。何を言っている。そうか、あなたは拳銃を持っている。だから罪人には相応の罪を与えるべきだと思わない。